さあ11月24日月曜日14時になりました。初恋クロマニオンのミーチクパーチク、パーソナリティの初恋クロマニオンに妹スムッと、はい、どうも松田翔と日賀健吾です。はい、よろしくお願いいたします。さあということで今日は、はい、祝日ですか。今日そうです、勤労感謝の日の、振り替え休日。あ、なるほど ね月曜日お休みということですね。月曜日3連休、いやもう本当に時が経つのはあっという間で、もう11月も終わろうとしますけども、はい、ね、ハロウィンも終わりましたね。もうあれが1ヶ月近く前になるわけですから、そうですね、早いですね、いろんなのがあっという間で、文化の日も終わって、運動会も終わりましたね、海の日も終わりましたね。ああだこうだ言ってたらね、まあイベント終わりましたね。もうね、節分とかも言ってた、バレンタインデーとかも言ってたのに、あれも終わったんだな、考えたらだいぶ前ですけど終わりましたね。読谷村も人口が日本一になってね、いやもうそれ、いやいや、ちょっと、もう1年経つよそろそろ、もうあと1ヶ月1年経つよそれ。ね、振り返ったらダメっていうの、いやいやいや、俺嫌だ。だっていろいろやっぱり過去のね、いやいいけど、素晴らしいことはいっぱいあるわけだ。ダメじゃないけど、いやあまりにも遠かったから。マイケル・ジャクソンの鼻が取れたらしいです。いやいつの鼻どれぐらい前か、それも昔から知ってるから。あ、何十年も前からそれ話出てるから。なるほど、いやでも早いですね本当に。もうでも年末っていうことで、最近よくね、マラソンしてる人見ますね、道歩いてても車走らせてても。いや多いですよ、めっちゃ多いですよ。見ます、本当ですか。めっちゃ見ます。新本さんも長橋マラソンを完走されて、ギリギリですけど完走しました。どうでしたか、いやもう走った感じは走った感じ、いや本当に俺もこれも何回も言うけど、マジでやった走ってほしい本当に。なんで、いや一応いいそういう、いやいや、あれはいい。なんであれって、なんかあれってじゃあね、やっぱありがちやし、コンビコンビとかトリオの中で一人だけ走らされて、やったもう走ってほしいってありがとう、そういうのはいい。いやもう違う、一人間一読谷の千人が走ったとしての意見が聞きたい俺。そういう商業でも商業的でもない、もうそういうのいるの。トークとかそんなじゃ、俺思ったこと本当に言ってるけど、まあでも感想としては、でも終わった後は本当に本当に嬉しい。あもうそれはでも走った人しか達成感ってやつですかね。なんていうの、止まれる喜び、座れる喜び、本当にもう終わったんだって、終わったっていう喜び。いやもう久しくそういう気持ちになったことないかもしれない。ないでしょ。確かに立ち止まれるってこんなに気持ちいい。一回も歩かなかった、その走って20何キロ21キロ小橋マラソン歩きましたね。あ、歩いたんやし。いやっていうのもタクシーとかも乗っただろ。いや乗るかそういうことはしないけど、いや、なんで歩くかって言ったら、行きたいんですけど詰まってるから進めんわけよ前がね。そう、あ、じゃあ前半の話なんだ。いやもう後半でも結構詰まってるから、で越すにはもう右行ったり左行ったりしてこう考えながらこう行くから、デージきついわけよ。あで、それでちょっと心折れてから、いやダメだこれ、これダメだ。そうでも走ったことないから状況があんまり見えてこないですね、僕らは。確かに、そんな状況になってるわけね。そう、8000人いるから。8000人、あ、もう俺はもう相当です、8000って。だからなかなか前に進めないというか、その越すにもこう、いかんといけんから余計きついわけよ。ああ、なるほどね。一回もう、前の人が遅くてぶつかってしまったらもう、あ、もうって。あ、一応にりるのは前の人にぶつかってしまったら、そうそう、前ぶつかられた人もにりるし、にりるし、ぶつかった方もあれだし、やっぱみんな最初は元気ですけど、もう、もう後半は、あと、あ、思ったのが、着ぐるみ着てる人とか、いますね、仮装してる人、はいはい、あの人たちは本当に上級者、本当に。ああ、なるほど。あれ着てちょっとふざけてるとかじゃない、あれはもうできる人、はいはいはい、早い、もうちゃんと走ってる人、毎日。まあその格好してね、あんまり走れませんでしたってちょっと恥ずかしいしな、乾燥してるし。おお、そう、いっぱいいたよ、いっぱいいたでしょ。うん、乾燥してない人の方は少ないんじゃないかな、仮装してて。あとなんかな、赤ちゃん、まあ、子供連れて乳母車で走ってる外国の方とかいましたよ。え、乾燥で、本大会で、そうそう、いました、いました。練習とかじゃなくて、男の人だけど乾燥してた、真剣、割とギリギリでもなく、そんなすごい、残り30分ぐらい残して、もう余裕なんだすな、余裕でしょう、もうその人は。え、まあ、たまに走ってるの見ますけどね、乳母車、はいはい、競技用の乳母車みたいな、なんかね、そう、走る、まあ、赤ちゃん乗せて、乗せて、双子増えてきたな、
思わん。そう知らんよ、それは知らんよ。双子が増えてきたのか分からないです。なんかよく見る気がする。ツインのやつは見るな。ツインのやつ見る。それが増えてきただけなのかな。ツインがね、生産が。あ、でもああれ やられたことないさ、自分がちっちゃい頃に。ないさ、まず。ないやいや、考えるあれもないよ。ないよ、絶対。ない、ない。いや、乳母車の前に乗せられて。乳母車に乗せられて、その買い物とか、それはもちろんあるけど、はいはい、あんなハイスピード、乳母車であんなハイスピードってないさ、ない、ない。絶対ない。あれ、どんな音になるのかな、あれな。最近、そういうのよく考えてしまいさ。こういう環境で育った子供は、どんな大人になるんだろう、みたいな。なんかな。おう、まず動体視力が良くなりそうだよね。あ、メリットメリットで言ったら、ね、あ、まあせっかちになりそうじゃない。でもなんか大人になった時早く早くっていう感じになりそうじゃない。運転しても下打ちとかしそうだ。違うな。指示木田さん。ね、まあよく言われるけども、まあ、あの居酒屋に、はい、夜中まで子供連れてきていいのかどうかみたいな賛否もあるやし、あるね、完全にピだな僕は。ピ、ああピな、ピの方、なんで、いやいやダメか、真面目な話、タバコの煙とか。ああ、それはな、そこね、はいはいはい、でそういう人もそういう人で気使うんでしょ。気使うね、あれはもう。それだったら俺絶対吸わないけど、うん、子供いたらな。いやもう隣に、うん、吸っていいところでも、うん、なあ、もうなんか誰か、ちっちゃい子もそうですけど、うん、吸わない人いたり、なんか、うん、この人は嫌いかなみたいな、はいはい、感じの人いたら、うん、まあ、吸わないですけど、まあ、そこに今子供を連れてくる、うん、今普通にいるからな、子供いるな、居酒屋に普通にいるやつさ。あとなんか居酒屋ってなんかあんま相手したくないんだよ。俺子供好きなんだけど、うん、なんかやっぱりここはダメですよっていうのが強い。居酒屋に子供来るのはダメですよっていうのが。ああ、まあなるほどね、うん、ここはまだ子供好きじゃないからな。もうそもそもじゃあもう居酒屋は好きだけどな。子供はそんなに。いや、まあ好きじゃないことはないですけど、同級生のね、うん、もう同級生も何人か子供いる、はいはい、いるんですけど、うん、やっぱ可愛いですね。やっぱり、かわいい。もうちょうど何日前から3日か2日ぐらい前に見たんですけども、まるまる、しばるまるしない子供、赤ちゃん、はい、何歳ぐらいですか。ね、分からん。嘘じゃねえ。だいたいフォルムで分かるよ。数ヶ月、数ヶ月。ああ、いや最近の子供フォルムで分からんよ。え、そうですか。分からん分からん。そう。2人行ってから子供が、うん、そこのうちは、うん、3歳ぐらいかなと思ったんだけど、はいはい、僕見た目は、うん、びっくり聞いて、うん、2歳半だ。2歳半だ。こら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 、そんな変わらないやつ。ポコポコポコ。じゃあでも2歳半やし、うん、2歳半って言ったら、うん、なんかあんまり何もできない気しない。赤ちゃん、うん、できない、感じしない？できない。2歳だよ、2歳。まあ赤ちゃんだな、完全に。赤ちゃんさ、うん、俺あんなしっかりしてんだと思って、赤ちゃんが。あ、もう2歳だよ。うん。もう何しちゃったかな。夜11時ぐらいに、うん、その友達のお家に行って、うん、もう、ね、はい、寝てるさ、もう、うん、子供は。で、夜中、むくって起き上がってくるさ。うん、起き上がってきて、あ、こんばんはったら、こんばんはって言うから。いや、こんばんはって言うか、2歳。2歳？うん。めっちゃ喋るばよ。あ、嘘。もう、ポカリは嫌だとか言えば。なんかしっかりしてんな。デージ早くない？早いと思う。早いよな。ちゃんと自我があるな。そうそう。もうポカリは嫌だ。いや、まあ、子供飲みがちだけどな。飲まされがちだけど。いや、すごいしっかりしてる。いや、早い。そう。いや、最近の子供はもうスマホとかチャー使いだしね。ああ。もう渡すさ。はいはい、もう大変。もうずっとやってるな。渡したばよ、うん。スマホよ、うん。もう大変。もう絶対話さない。あとは悪者みたいになってる。俺善意から貸したのに、最初俺、はい、あのという気に情報を見せてから、はい、見れるよこれでって見てから、はい、もう終わりってか、弟とかもあんまいい顔しないから、うん、もうはいはい終わり、はい、もうこれ見たら終わりってのさ、はい、これもう、もう夜だしな、うん、俺歌ったら終わりだよなるさ、うん、で一応だから、はい、じゃあ俺もじゃあ終わりねってパターンで閉めたら、ぐずり始めるし、なる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 さ、うん、
なんか俺が悪者みたいな、腹立つ。お前員かやったよ最初。最初のはそう、うん、見せて楽しみ、見せて楽しませてあげるために貸してるのに、うんうん、いや親もなんか俺が悪いみたいな親も親だよ。それが嫌だな親ぐらいしっかりしてほしいな。いや、まあ、しっかりしてはいるんですけど、ね、まあ、子供はまあ強いなっていう話ですけどな、うん、かわいいですからね。かわいいですからね。かわいいですからね。はい、はい、ということで、今日の流れを説明しましょう。はい、本日のメールテーマは携帯電話です。高校の時携帯電話なかったのでデートに誘うのに苦労しましたとか、そういう話をどしどし送ってください、うん、そしてコーナーが1つ目がすすもりさんのゆるゆるタイム、そして2つ目がけんちゃんか、お松の今日の一言です、うん、今日のメールテーマとすすもりさんのゆるゆるタイムへのメッセージはメールにて受け付けております。はい、アドレスは fm786@fmyumitan.co.jp です。はい、今日のメールテーマそしてすすもりさんに聞いてほしい愚痴や相談などをお待ちしております。ツイッターもやっておりますのでぜひ、使ってください。お願いいたします。さあ、じゃあ曲の方いきましょうか。はい、飯山商店で行ってくるよ。
さあ初恋クロマニオンのミーチクパーチクをお送りしております、今日のテーマは携帯電話でございます。携帯電話に関する、エピソードをどしどし送ってください。お願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、さあ、携帯電話ですけれども、ねえ、あスマホですよ。もうガラケー持ってる人がもうだいぶ見なくなりましたね。たまに見ます。いますけどね。います。あのいや全然いるんじゃないですか。もうあんまりこのスマホ持ちたくないっていうか、はいはい、あれがガラケーの方が使いやすいっていうことで、あれね、こだわり持って持ってる人いっぱいいますけどね。いるな。いる。ガラケー見てないな。逆に年配の方でもスマホ iPhone 持ってたりとかねしますね。うん、いや持ってますからね。もうペン使ってる人とかもいますもんね。スマホ、ああ、ついてるのあるな。ついてるのある。ペン、あ、ペンつい、あ、もう、純正でついてるわけ。そうそうそう。ついてるのかな。買ってから。買ってからとか。そう。なるほど。ああ、そうね。もうみんなスマホでね。今ね、携帯電話。だいもう、ドラマとかが面白くなくなったって言いますもんね。もう携帯が出てからね。携帯が普及してね。もう恋愛ドラマがなんか確かにすれ違いなんかもうないからね。携帯あったらもう彼はどこにいるんだろうって。そうそう、もう電話鳴らせば、そう鳴らせばすぐ LINE 送って、そうすぐ見つかるし、既読ついてるけど、うん、呼んでるやし、既読するやし、見てるやしあれってなってっていうようなドラマ、まあそれはそれでドラマあるかもしれないけど、はいはい、まあ、昔みたいな、なんかトレンディーみたいな、トレンディードラマないな、まあ、実生活にもいろいろ出てきてるかもしれないですね、まあ逆手に撮った映画ありましたね、白雪姫物語っていう、白雪殺人殺人事件、うんうん、でしたっけ。携帯を使ってんの。いや、まあ、ツイッターなんですけど、あ、ツイッターね、うん、フューチャーされてるのは、ほう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 、それをうまく、うん、映画に取り込んでましたね。なんかトリックに使ってるってこと。いや、そういうわけではなく、ツイッターにつぶやかれてるのがいわゆるそのストーリーの展開というか、なるほどなるほど、はいはいはい、説明になっていったりとか、はいはいはい、感じのやつ、あ、うん、ちょっとやってみよう。できるかできるかできるか即興ではあれだし、いろいろできるか、うん、あ、そうですね。確かに LINE とか、ね、Twitter、とかアプリがやっぱすごいな。いやもうね、最近人と話したんですけど、うん、もう LINE よ、うん、メールがいいってから、メールの方がいいんじゃないかっていう話よ。はいはいはい。いや確かに早いけど、うん、早いね。そのね、レスポンスはもう、うん、ね、こっちパーンって送ったら向こうからもパーンってすぐ返ってきますから、うん、いいですけど、うん、メールがいいんじゃないかっていう話も出てますよ。そうです。周りで僕が言ってるわけじゃないですよ。あなたの周りで。うん、まあ、ちょっと僕も賛同する部分は少しあるんですけど、そういう話も出てますよ。うん、うん、ラインばっかり。ね、だから既読とかっていう問題もある、うん、あるもよ、嫌、うん、だ、LINE を、うん、その既読っていうのが出るさ、うん、出るね、うん、既読っていうのが出ないため、出ないようにするためのアプリもあるんでしょ。あるある、あるわけよ、うん、これ初めて聞きましたね。既読っていうのは、まあ、LINE してない方もいるかもしれませんから、まあ、すでに読んだって書いて既読っていうのが読んだら出るんですよね。開いたらもうこれが印がつくんですよ、うん、この人は読みましたっていう、そうそうそう、印が出るんですけれども、うん、あれがだからつかないようにするためのアプリ。そうですか。ということは何？だから相手に読んでないよ、私は読んでないよそうっていう感じだけど実は読んでるっていう、読んでだから読んでないからまだ返事は返せてないんだよ、さないでもいいでしょっていう、そうでしょ、そうそうそう、その根性は一応ひん曲がってない、そのうん、アプリを作るっていうことは、そうね、だいぶなんかいろいろ詰まってるな、うん、気持ちは分からんでもないけど、うん、あ、読んでしまった、返さないとなっていうのはありますけど、確かにポンと押した、ね、開いたらもう既読がつくる、それはある、あ、それはある、あ、読んでしまった、返さんといけない、あ、読んでしまったっていうのはありますね。だから読ませたいときはいかにどう、そのなんていうんですか、最初の部分で掴むかですよね、 LINE の、うんうんうん、あー、なるほどなるほど、心を掴むか、あ、でも確かに、お、なんていうの、最後にスタンプ使う人多くない、あー、あれそういうことなのかな、俺そういうことじゃないかなって、なるほど、もう言わんとしてることすごい分かった、うん、ねえ、本文打ってそしてスタンプ押したらスタンプの部分しか見れないわけよ、あ、その、うん、最初ね、一覧は、うん、だからあれ、ね、一応来てるけど何通か来てるけどこれなんだろうとやっぱ押してしまうわけね、うん、あ、見てしまったになるわけよ、ね、読んだら、あ、これめんどくさいな、その効果もあったか、スタンプには、そう、うん、はあ、
そうですね。またスタンプも増えてきて、なんか儲けるらしいですね、あれね。あのヒットしたらすごい儲けるよ。スタンプ作れるんでしょ、今、自分で。作れる、もう。申請には時間かかるのかな、普通の人でも。あ、時間かかるんだ。うん、まあまあかかるらしいですよ。かかるんだ、ね、うん。あれ、だから作ったら。ヒットしたらね。うん、まあまあ、無理なんでしょうね。いや、そんな簡単にヒットするんだったらな。まあ、確かにヒット商品を生むのは難しいよな。難しいと思う、うん。なかなか。だから100円でスタンプ1個売って、うんうん、その50円。あの自分に入ってきて、そうそうそう、でその50円は LINE に行くんでしょ、そうそうそう、でそれがもう何百人何千人っていう人が買ったら、うん、その50円がどんどんちりも積もれば山となり、うん、入ってくるわけ。はあ、これはすごい、すごいな、内職だな。あ、新しい内職じゃないですか。そうだな、そうだ、うん、すごいですね、それはスタンプ、うん、なんか作りたいな、作ってみて、うん、ヒット商品、うん、やってみよう、うん、口に出したのは。いえ、まあまあそうだな。なちょっと考えとくよ。携帯電話もね、まあ、いろいろまあ進化してますけれども、起用されて、うん、初めて持ったのいつですか、携帯電話。僕高1ですね。ああ、僕も高1ですね。あら、早いですね、高1。はい、まあ、僕はもう高3。まあそんな変わらない、終わり。いや、でも高1と高3って言ったら、あ、持ちたかった、結構。いや、持ちたいでしょ、その感覚 ないと思ってた。いや、死に持ちたいよ、これがあればもう俺は恋愛できると思ってたのに。もうメールもできるし、うん、ね、個人でもう電話もやり取りもできるし、だからその発想がもうドラマがないやし。あーあー、いや、でもな、やっぱなんで携帯があるから恋愛ができるわけ。それはやっぱメールでしょ、その当時は。いやー、メールのやり取りしたいでしょ。あと、なんかワンギーとか着信残して、ありましたね、うん、この時間も起きてますよみたいな、ワン切りとか、うん、まあ、チェンメールはあんま好きじゃなかったけど、うん、まあまあ、それはどう、うん、結局どうだったの、その、うん、携帯電話取って、うん、その恋愛ができるようになったわけ。ならんかったな、正直。ほうほう、うん、2人とも、まあ、僕彼女いたんですけど、お2人ともそんなメールが好きじゃなかったから、うん、やらんかった、電話ばっかり。あ、だから電話だけだったら、まあまあよかったかなって感じ、うん、でもお家にかけるの嫌さ、家にかけて、まあ、お家ので、うん、固定電話にね、そう、お父さんお母さんか誰かが出て、うん、ちょっと変わってもらえますかって言って出るのも嫌さ、うんうん、まあまあまあ、それはまあ電話かな、その時は。電話はもう非常に助かった、うん、好きな人とそう電話して。俺コキがなかったから嫌だったな。コキあったよ、やったや。なんで2と7電話したのに。え、なかった？なかった、なかった。あ、そう。あ、多分2階のだよ。ああ。うん。2階の。壁についてるわ。その紐。紐で。コキではないんだじゃ、一応。コキではない。おばあが出ると知ってよ。お前たちお家の。おばあの部屋が一番電話に近かった。ああ。はいはいはい、はい。玄関とか。あ、だからか。ああ、なるほど、ね。うん、なんでや、ケンゴのニーニーと電話してるわ、うん、ゲイの話してる。ゲイってあれよ。またこのゲイも気持ち悪いな、それな。いやいや、あれよ、あ、まあ、ゲイごとのゲイ、ゲイごとのゲイね、はいはいはい、うん、中学校、自分中学校の時に。そうですね、なるほどね、なるほど、携帯電話。まあまあまあ、はい、ということで携帯電話に関するエピソードを送ってください。ではここで1曲いきましょう。はい、小袋で毎朝僕の横にいて。
さあ時刻は14時30分を回りました。校内のメッセージはメールにて受け付けております。はい、アドレス FM786@fmmitan.co.jp、はい、お願いします。はい、懸命に初恋クロマニオンと書いてくれると助かります、うん、そしてユーストリームも配信しております。 FM みたんのホームページからすぐ飛べますのでチェックしてみてください。さあ今日のメールテーマは携帯電話です。携帯電話にまつわるエピソードをどしどし送ってください。お願いいたします。はい、お願いいたします、メッセージをが来ておりますのでご紹介したいと思います、はい、県名初恋クロマニオンズ、誰だ、まあやいびん、昨日は爪を切ったよ、爪大切、え、爪切り大事だお、ではまた、まーいということでいただいてます、うん、これまだ、はい、はい、2個ぐらい間違いがあります。初恋クロマニオンズじゃないです、僕ら初恋クロマニオンですし、うん、ねえ、爪切った報告もちょっとよくわからないし、うん、まーいっていうのもどっかのゆるキャラの喋った後の語尾だと聞いてますけども僕らちょっとまだそれ勉強不足で見てないのでちょっと分かってないんで、うん、すいません、はい、僕らが悪かった、申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオネーム一発ユミさん、ありがとうございます。ありがとうございます、初黒の皆さん敗退、はいはい、O1 グランプリの一次予選突破おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、先週は沖縄からメールしましたが今日は愛知県の自宅からです。沖縄楽しかったな。お、った FM 読みたの CD も購入してきました。あら、嬉しい。いいですね。これはいい。でもまだ余裕なくて CD 開けてない。なるほど、いろんな聞きますねということですね。あと木山商店さんのライブツアー、うん、私は名古屋公演に参戦しましたが本当に良かったです。その勢いのまま沖縄入りしましたので、今日はライブツアー千秋楽ですね。すごいことになるんだろうな。行きたいですね。行きたいです、すごいね。さて携帯電話、私はガラケーとスマホの2台持ちです。スマホは通信専用カードを購入してデータ通信だけ持っています。この通信カードがデージ上等で、低速通信だけどネットラジオが聞けるんです。ユーストリームは厳しいけどツイキャスは見られるよ。通信料の合計が月3000円なのでかなりの節約なんです。はいはい、ガラ過去ガラケー2000円、通信カード定額1000円税込み、当分はこのままでいいなということですね。なるほどね。そういう内訳なんだ。すごいな。まあだからその何に使うかということですからね。まあそのまあいろネット使いたい人だったら、通信速度が速いのが、はいはい、必要なんでしょうけれども、まあラジオ聞いたりとかね。うん、そうね。まあポッドキャストとかツイキャスとか。だったらまあそのそんなに早くなくてもいいっていう感じですね、ちょっとモバイルプリンスに聞いてみよう。そうね、僕らの友達にモバイルプリンスっていうね、そう、もうその携帯業界に精通してるすごい詳しい方いる、いるんですけども、そうね、あれでしたからね、 iPhone6 の発売日当ててましたもんね。当てましたね、もう何ヶ月も前に、あれ予言すごいな。でもいろんなデータをまあ見てデータを構築して元に傾向と対策を練って、iPhone が発売されるのは 何日でした、10月でしたっけこれ、10月19日でしょうみたいな。そしたら本当ドンピシャ、今まで今まで例年で言ってもだいたい金曜日に発売されてますので、まあこの10月19日金曜日で間違いないでしょうみたいな。なんか12月にまた真の発売日みたいなこと言ってませんでした。そう言ってましたね。なんか料金が下がるのか分からない。料金が下がる。ここからが勝負だと。そうそうそう。各会社の。そうそうそう。3ヶ月経った時がもう。うん、それもまた12月からしますね。それはまたすごいですけれどもね。うん、ラジオネームタッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は沖縄市から FM ミタンの、波数がぴったりあったので。おお。そういうなんか、こう不調みたいなのもあるんですか。たまたま、あはあ、くる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 押してから、ね、なるほど、くる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 ルーレットみたいになって、ルーレットになってダーンって出たのがここだった、うん、78.66 だったと。下から行ってたのか上から下に下がったのか分かんないけど、はい、はいはいはい、もうじゃあもう変えないでいいでしょう、もうしばらくは、しばらくはね、うん、1週間ぐらいちょっと78すごいですね、よく考えたらね、すごいですね、ちょっとこれで言ってもらいたいです、波数がぴったりあったので、うん、嬉しくなって初メールさせていただきます。ありがとうございます、ございますタッチさん、携帯電話、僕が高校生の頃使っていたやつ、今でもまだ捨てられません。なるほどね。これもお家にあるないっちょ、いっぱいあるな。あ、高校の時はもう完全ないな。高校はないな。でもさすがにないな。あの頃はだいたい回収しよったはずよ、携帯あでしたっけ、会社の人が、もともと持ってたのは回収して、
別のやつ、うん、今持ってるの渡さんと新しいの渡さんよみたいな、うん、なるほど、あだったと思うんですよ、まあ持ってるっていう、頻繁に見るわけではないのですが思い出も詰まっていますし捨てられません、初恋の彼女の写メと一緒にまだあの引き出しの中に、うん、今の彼女には言えません、うん、もちろん言えません、ね、これは、初恋クロマニオンの皆様方はみんな、昔使っていた携帯電話どうしていますか、読んでいただけたら幸いで最後まで楽しく拝聴させていただきます、頑張ってください、ありがとうございます、あ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、持ってるのありますね、あるな、2台3台ぐらい前の携帯電話持ってますけども、うんうん、まあ前回のだけだな、結構ね、うん、昔はね、うん、思い出に浸ってしまうところがあるというか、うん、感傷に浸るというか、うん、センチメンタルな気分を楽しむみたいな気持ちで、その昔の携帯電話見て、うん、そのメール見たりとか、あ甘酸っぱいやり取りもあるさ、うん、あるある、メールの、うん、そういうのも好きだったけど昔はもう今嫌やしさそうもう見たくないそういうのは、あそう見るけどな、なんでかな、やっぱ性格変わってくるな、あ写真は見てもメールとか見ないかな、なんかやり取りみたいな、あそう、うん、なんで見るわけ、あ全然見るな、過去のもの見るってこと、そう、あこの時はラブラブだったんだみたいな、あ昔の携帯みたいな、はい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 、でやっぱ徐々にもうメールの回数も減ってきて、うんうんうん、でもうある日からプツッともなくなってるのを見たらもう俺も切なくなるけど、うん、でもやっぱ見てしまう、臭いもの嗅ぎたいみたいな、嗅ぎたいみたいな感じ、うん、またあの時の足の爪のクソと一緒ね、いいそれで、いやもうやめてもらっていい俺の前の恋愛の話足のお前死に臭い、俺あれは嗅ぎたくないやつ、嗅ぎたくなる匂いじゃないやつ、なるほど、あんなクソと一緒にしないでもらっていい、もっといいやつだから俺の恋愛、いやまあまあ原理は一緒ですからね、原理は一緒じゃない一緒にしないでほしい本当に、まあな写真とかでも見るでしょ、写メとかは、写メはね、まあ、消さずにやっぱ置いてあるでしょ、写メはでも見ますね、もう昔の、うん、僕もでもめっちゃ昔の、ね、どれぐらい前かな、21ぐらいからの携帯、うん、代々残ってるかな写真が、おお、はいはいはい、すごいなそれな、もうずっとも引き継ぎで、うん、残ってるわけよ、はいはいはい、これはでもたまに見て、うん、まあたまに笑ったりとかうん、はい、一回僕アラーム携帯でアラーム、朝起きるときアラームかけてるんですけど、うん、もう2台ぐらい前の携帯かな、うん、そのカメラが、うん、まあ、ガラケーなんですけど、うん、表についてるわけよ、あ、はいはい、そのね、まあ、表に画面の方についてて、うん、そのアラームもう寝ぼけながらさ、アラーム消すのって、うん、まあ、寝ぼけながら毎朝消してたら、だからある日データフォルダ見たらよ、うん、身に覚えのない画像がなんか増えてる感じがする、待ってみたら、俺が寝てる写真が何枚もあるわってだから自分でアラーム消しがち自撮りしてるこれは嫌だな、自撮りして一人でめっちゃ笑った一人でめっちゃ笑いましたね、いやだな俺、うん、ただでさえ自分が寝てる写真とか嫌さ、いやだ、恥ずかしいさ、いややさ、まあなかなか見ないね、見ないだろ、嫌ですけども、ラジオネームいかりさんです、ありがとうございます、うん、こんにちは、携帯電話といえば、便利半分不便半分な今や生活必需品ですね、うん、まさにその通り、うん、私が22、3歳くらいまで実家は留守電機能もない黒電話、PHS や初期の携帯電話、はい、確か23、4の時に持ち始めました、あれからもう17、8年経つのかしみじみしています、年がバレますね、はい、バレました、便利は便利だけど、うん、イルスという手が使えなくなったのが携帯電話ですかね、黒電話なら外出してそれまで、出たくなければひたすら留守、イルスを決め込んで、うん、留守電機能もナンバーディスプレイもないから電話来たの知らなかったと言い張れます、うん、そうですね、が
携帯には着歴が残る、うん、留守電機能もある、うん、メールや LINE でも呼びかけられる、うん、Twitter や Facebook でいつどこにいたのかバレることも多いし、逃げられない、知らないが通用しないのが携帯電話の怖いところ。確かに要は365日24時間首輪とリードをつけられている状態ですね、うん、なので便利だけど黒電話時代に帰りたくなる時があります、うん、っていうことですかね。ああもう、まあ、まさにもうね、だからさっき言ってたようなそのドラマが生まれなくなったと同じギル、うん、ね、論点ですよねこれはね、うん、そう本当にもうそうだな。フェイスブックとか場所出ますよね、更新した人、まあ、出る人と出ない人いますけど、まあ、あれはまあ GPS をつけてるかつけてないかですけどね。設定だな、 GPS をつけてるかつけてないかな、まあ、現在地サービスみたいなやつよ。うん、うん、はあ、うん、嫌じゃないのかな。あ、いやあれ、あの気づかないでつけてる人もいるはずよ。あ、なるほどね、うん、位置情報、今例えばね、今だから今僕はツイッターで FM 読みたんでラジオやってますがつぶやいたら、つぶやいたら、うん、その FM 読みたんの住所が載るみたいな、載るでしょう、その文章と一緒に、うん、だからこの人はどこにいるかバレますみたいな、そうそうそう、まあ、ことではあるんですけど、まあ別に俺は、うん、俺だったら別にバレて困るような、あの、あれはない、あれもないですけど、うん、どこにいてバレて困るっていうこともないですけど、はい、まあ女の人とかはね、そう、あの気をつけた方がいいですよ、気をつけた方がいいよ、ね、真剣な話、まあ、この人よくここにいるんだから、新本みたいな人がいるから、またって、もう今言う、目がよ、もう言うって分かった人もういいよ。はい、じゃあどしどし送ってくださいね皆さん、まだありますね、サザンオールスターズで愛の言霊、はい、
はい、初恋車の匂いのミーチクパーチコを FM 読みたいの生放送でお送りしております。次のコーナーいきます。質問兄さんのゆるタイム。さあ、というわけでこのコーナーは質問兄さんことリモートがリスナーの愚痴を聞いたり相談に答えるというまあゆるいコーナーでございまして、早速本日の相談に参ります。はい、ラジオネームパンミュさんよりいただきました。ありがとうございます。突然ですが、自宅で椎茸を栽培してまして、この数日で何食ね、肉厚な椎茸がたくさん収穫できました。今冷蔵庫の中が椎茸祭りになってるんですが、どんなして食べようかなと考え中です。おすすめの椎茸を使ったメニューってありますか？知るか。あら、知るか。こればっかりは知らんやつ俺。全部今まで答えてきたけど、いやいやいや、これは俺知らんやつ。いや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 。俺はもう何でも知ってるけど、じゃあ俺はもうもっとあったよ。いや普通ですよ。聞いてることし、俺はね、おすすめの椎茸メニューで割と普通に何でも知ってるけどね。椎茸のメニューだけ本当にこれだけ知らんやつ。いや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 、椎茸か。お味噌汁に入れたりとか。なんだろうな、今茶碗蒸しとかにも入ってますよね。いや、ていうか、椎茸家で作るってよっぽどですよこれ。だからさ、結構難しいよ、だから椎茸作るの。結構難しいとかレベルじゃないんじゃない？あ、そうなんですか。いや難しい、栽培ってお前キノコだよこれ。キノコだから、植えるとかって話じゃないはずよ。もうたまにね、いますよね。なるほどね。木を段ボールに入れてなんか湿気出してからパッて開いたらもうなんか椎茸っていうかキノコができてるみたいな、やってる人も一応、まあまあでもそれは本当にやっぱ上級者ですよ。いやだからそう、いや椎茸ってお前、それよりすごいんじゃないか。あ、もう自宅で椎茸作るんだよ。だって金吹きかけないと、まずキノコの金というか、あれを胞子みたいな、胞子みたいな。これじゃあ一般的にできるわけ？分からん。だから俺できるのかどうかっていうのまず引っかかって聞いてた。どんなキノコができるか分からんわけ。いやいやいや、それは違う。椎茸のなんかあるんだ、胞子を吹きかけてっていうことじゃないかな多分。だとまあ作ってるなら本当すごいですね。確かにな、土に種植えるわけではないですからね。そうそう、木からのこう生えてきたりとか、そうそうそう、ことになってきますでしょうからね。椎茸、まあなんか振りかけてやってるんでしょう、本格的に。だ それだからなんか椎茸か、好きじゃないってことあんまり。いやそんなことない、好きだよ椎茸。なんか思いつく料理あります？そうだな、椎茸入ってるでおなじみ。あ、餃子の椎茸の煮詰めとかどう？あ、煮詰めって特殊ですね。どういうことですか？いやいや、まあ肉詰めじゃなくて椎茸を全部詰めてるわけ。あ、餃子に全部はちょっとなんかアクセントで椎茸入ってんだったらいいけど、丸ごと椎茸もメインではない。そもそも椎茸自体がメインじゃないよな。あの切ったの俺好きだっけ、椎茸の、あの中身のおつゆに入ってるのとか、あ、茶碗蒸しに入ってるのが好きだけど、入ってますね。あのたまに一個丸ごと椎茸みたいな時あるさ、あれはちょっとあんまり食べ、まあ、食べれんことはないけどあんまり食べたくない、丸ごと主張が強いのは。主張が強いのは、主張強い、丸ごと椎茸みたいな。あ、鍋の季節も多いかな。男みたいな椎茸さ、たまに、はいはい、男って何か強いやつね。男気丸出しの椎茸さ、ストロングタイプね。傷もついて、あれちょっと、あれですけど、じゃあ椎茸の、あれなんていうの、漬物。ごめん、はい、お前鼻毛にしか目いかんから今。ごめん、あ、いいあいいあ、じゃあ左サイド枠ね。今俺あの相談するコーナーだから今のは違う発言さ、これはもう的外れもいいとこ、これごめんごめん、俺が悪い、俺が今こっちにいるんだ、出てる俺が悪いんじゃないよこれ。俺が悪いよな、見た松田が悪いよ、お前松田が悪いからさ、今そういう話してないのに目あったんだ出てる出てるわけ。あ、オッケー、それはもうよ、今は言うことじゃない、とりあえず。でこれ難しくない、でも自分でやってんのこれ。まあでも椎茸の栽培と一緒、栽培と一緒。自己流難しそうだけどな、それ意外に簡単よ、栽培が。一般的にできる、みんなできる。菌とか吹きかけんでいい、生えるところまで、あのみんなできると思うけど、それを育てるっていうのがみんな難しい。だからあの部屋の窓閉めて部屋の室内でやったらあのいける。荷物の鼻毛はどんな足食べた方が一番美味しい？なんでそんなこと。じゃあどんな足食べた方が一番美味しいと思う？荷物の鼻毛。生やし続けるさ、続けたら長くなってくるさ、でそのまま口の中に入っていくから鼻毛が、そのままグーッと、それをそのまま
来てない。どこで見たら一番面白いかな、お前の鼻毛。じゃあ荷本が答えて、これは何が俺たちが提案していくんじゃなくて、荷本、うん、の鼻毛の活用法をみんなで考えようっていうコーナーやし、俺は椎茸のあれも知りたい、知りたいんじゃない、教えたいばみんな。じゃあお前が答えんから、もう俺たちもシフトチェンジしたいんやし。何よ俺の、何鼻毛の活用法、活用法いろいろ考えていきたいんやし今みんなで、うん、でも簡単さ、いっぱい生やせばもう本当に鼻毛で習字書けるからね。よよっつってから、もう鼻に墨つけてから、気づいたらもうた神様。鼻毛でなんて書きたいばお前、心って書きたいの。あとはもう行くね俺。いやこれ本当にでも有名になるんじゃない、絶対。鼻毛で、ね、鼻毛で習字、なんか目覚ましテレビのとか。年に2回ぐらいテレビ出れるはず。出れるはず、全国の出れるでしょ。おこれ生きるでしょ本当に。一芸、一芸、おうまい、一芸、そう一芸、一芸、うん、一芸と一芸いいかも、一芸一芸だしな。一芸一芸、おうまい、鼻毛、うまいうまいうまい、鼻毛活用法簡単だしね、あの育てるの、あ鼻なんか、うん、そういうびっくり人間みたいな、うん、番組出てから、うん、お前がさ鼻毛生やし続けて、うん、牧場でさそのつけて、うん、習字書くんでしょ。そう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 、すごいな。毛って書いたらウケるかな。あーいいんじゃない、鼻って書いたらウケるかな。なんか鼻の方がウケるな、毛はちょっとストレートすぎ、鼻を鼻毛で毛で書いてるわけだから。これはもう、あトンチ効いてるね君。いやいやトンチってことだ、ピーとかももう、あーいいねそこ行くんだってなるし、あテレビで使おうってなるさ。でもホコタテみたいになんか、うん、眉との対決とか、じゃあまあ対決のやり方ピーとこないけど、なんか分からんけど、何がホコで何がタテか分からんけど、うん、まあなコーツが分からないですね。分からんけど、一応鼻毛との対決もできるし、ホコっぽいけどな。あ、うん、あそうだな、うん、じゃあ盾と戦えるし、オツオコーツでいったらオツっぽい。あもう林飼いがあるやつ。いやちゃんとこっちからも確認できましたね、逆の鼻の話。あ見えます、うん、いやもういいんです本当に、鼻毛もういいわ、すごいな、マジピンって出てるから、うん、本当に出てるんじゃない、今日の出方すごいよ。すごい。なんかちゃんとしてるっていうか、なんて言ったらいいのかな、これこれも一応計算も計算でもあるからな。ちょうど、まんまとハマったみたいなことか。進むお兄さんのゆるゆるタイムでちょうど出してたからな、俺も準備してたから。あマジで CM とかの間に、あはははは、ユーストとか見たら分かるし、まんまと、まんまと俺たちはハマった感じ。ちょうどなんか椎茸の話が見えたから、まあこれは厳しいなと思ったら、もうじゃあ何や、しかもあんち見るかや、真ん中から出てるうち、そんなやな。あの隅っこから出てるとかじゃなくて、あそう、あのホールのど真ん中、あのあれ知ってる、地獄に蜘蛛の巣垂らすの、あれと一緒、この鼻毛に捕まってみんな天国に行くかみたいな、生き残りたい、極楽浄土に行きたいみたいな、そんな感じの垂れ方、中央から。神だからね俺本当に、助け、あ、まあ、そういう意味ではな、助けと、そうそうそう、うん、助けてるわけですか。なるほどですね、わかりました。椎茸はいいや、もう最後相談いきます、うん、ラジオネームももさんよりいただきました、はいはい、テレビを見ていたら、局アナとタレントさんたちがバスタオルを洗う頻度はという話をしてました、うん、MC をしていた男性の局アナは、洗った体を拭くだけだしタオルを洗うのは週1ですと答えて、みながら汚いとドン引きされてましたが、スモ兄さんは何日に1回バスタオルを洗いますか。え、でも毎日洗ってますけど、うん、まあでもね、みんなで暮らしてた時は、うん、多分2日に1回とかじゃない、結構使ってましたよ。ですね、うん、まあでも毎日洗っとけ、こんなんもう1週間も2、3日も洗わんとか、もうこれはもう足洗っとけ本当に。おお、なんかもうかけてくるね。ずっといろいろ一芸一芸から。いやもう足洗っとけがいいですよね。なるほど、皆さんまた来週お会いしましょう。